チャオ、あっちゃんです。今日はこの前のね、ケンタッキーの骨を冷蔵庫入れたってやつ、あれで出汁取りたいと思います。鍋にね、水を入れて、ここにね、ケンタッキーの骨ね、これ冷蔵庫入れたってやつをこれを入れます。で、火かけます。これね、コトコトとね、20分ぐらい、水がね、半分ぐらいになるまで煮込んでいきます。はい、こんな感じで煮込んでます。今、10分ちょい経ったところだけど、さらにあと10分ぐらい煮込んでいきます。20分ぐらい煮込んでいく。2、30分煮込んでみます。約30分煮込みました。こんな感じです、はい、ではちょっと味を見てみましょう、ね、味を見ましょう。そのまま、おお、いい。だからこれにちょっとね、アルペンダル塩をこれで、おいしい。もうこれでね、全然普通にラーメン入れるだけでラーメンスープになるし、何かのベーススープになる。ケンタッキーの骨捨てるもんじゃないですね、はい、ぜひ煮込んでみてください。おいしい、うまみがバッチリ出てます。うん、これだから、使う分だけ冷凍しておいて、また使ってもいいし、これにね、だから醤油を入れて醤油ラーメンにしてもいい。で、塩入れて塩ラーメンにしてもいい。で、味噌入れて味噌ラーメンにしてもいいかもわかんない。こんな感じに、ラーメンのスープベースにするっていうのはありだと思います。で、これをお鍋の汁にして、これを使ってお鍋、お野菜とか、鶏肉とか入れてお鍋にして食べても美味しいかもわかんない。お鍋にしてちょっとまあ味薄いから、何か付け足すね。これに塩とかで味もうちょっと濃くして食べてみてください。で、しゃぶしゃぶするんやったらこのまま煮込んで、これでしゃぶしゃぶしてポン酢とかごまだれとかで食べるとバッチリ美味しいと思います。ケンタッキーの骨のスープ作ってみました。この後いろいろ何かに活用してみたいと思います。ではまたね、バイバイ。